はい、どうもニナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。クレイとコーヒーはギャラティックアサルト遊んでいきましょう。スナイパーいるかな。久々にね、ちょっと誘導ミサイル、うお、近っ。あ、やばい、これ撃たさったやばい、これじゃないのよ。やばい、これじゃないのよ敵は早い、展開が。なんか別の場所からアクセスできんかな。そこも封印されてんの。くっそ、やるぞ敵。なかなか多分スナイピングしてると持たねえぞ。あぶねえ。めちゃめちゃ来てる。そう、そこ行って。撃たれちまう。急げー。ATM6 の回復完了まで守りに当たれ。頑張れ。もうめちゃめちゃゴリゴリ来てるからな。多分さ、やってる場合じゃねえんだよな。はいはい、いいて。これはやばいぞ、多分。いや、スナイピング合戦はまずいんだって。絶対スナイピング合戦はまずいんだって。我の勝利は約束されている。できるぞこれ。レジスタンスのイオンディスラプターでウォーカーが弱体化。あんまダメージが入んねえ。マインドトリックが長くないな。いや、きついこれ。誘導ミサイル撃ってるよ。なんかなさそうなんだがこれ早く早々にレイを始末するようにヘビー出した方が賢明なんだよな。で、うちのベイダー絶対殺しちゃダメだから、前出ないとやばい。疑念を捨てろ。タレント準備よい。ベイダー以外にもいないとやばそうな雰囲気。ベイダーを援護したい。ATM6 をレジスタンスの襲撃から守り通せ。我々の精鋭が到着した。急げ。いるな。くっそ。これは多分ふざけてる場合じゃなさそう。結構ライン上げられてるせいで前に進めないんだよな。左が撃たれた。気をつけろ。ATM6 が攻撃を受けている。ナイス。こっちにいるな、多分レイが。レイがこっちにいるから、いや、これはさすがにノラじゃないな。この動きはノラじゃねえ。ぞ。頑張ろう。電池携帯用メガキャリバー。いるね。目標に向けた進行。
どんどん進むか。頑張って。なかなかこれ前に進むのは困難。爆発物しっかり持って一発持たせないようにしていこう。センサーによると ATM6 の守りが破られている。すぐに支援に当たれ。いないね。後ろでやり合ってんのか。助けに来たいが逃げてんな。さてと、ギリギリで持たれないかどうかだよな。問題はこれちゃんと見とかないと危ねえ。喋ってる余裕ねえくらいできつえな。持たれなかった。 ATM6 がもうすぐ配置に着く。なかなかこれはノラでできてるんだとしたら相当うまいっすね。みんなただちょっとノラっぽくはないんだよね。ノラっぽくはない。あー置いてるね。レーザーマイン、レーザーマインね。そうだな。まだカット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 。レジスタンスの式が現れた。いいよ。ナイス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 。ID は不明だ。ライン多分ねあんま上げなくていいと思うんだよね。多分ねあんまりライン上げなくても大丈夫。削ればいい。置かれてるか。爆弾をセットした。これ以上撃たせないようにしよう。オッケーオッケーオッケー。いいよ。いないな。どっか持たれてるところをまず確認する。 OK、 よしよし、100はキープできた。でポイントまあまあ稼げてるから前に進め。邪魔するものは全て始末しろ。あと居残り組だね。居残り組をしばく、居残り組をしばく。いるぞ。おかえりベイダー。今日居残り組がどれだけいるかだよな。サクッと飛ばした方が良さそうな気はするけども、多分ね待ち伏せしてると思うんだ。はいはいはい、いた。マスターヨーダの下がっていいよ。リオダ回復心下がったでしょ。そっちに結構いるのか。まだいるっぽいな。そこにいる。なるほどね。
ベイダーキョンがやられちまう。いいよ。よし、ちょっとノーラットは考えづらい動きだね。レジスタンスの指揮官を確認した。インサイド何とかしてえな。まだいるだろ、ここいるよね。いるね。もうちょい欲しいな。もうちょい欲しいところか、もしくは使ってるね。かといってエアリアルって感じでもないんだよな。 ST 使いたいな。横ちょっかいは出しとくけど、1は行ったけどってことだよね。まだ横いるんじゃないの。横はもういないのか。レジスタンスはどうしてもハンガーを渡したくないようだ。どうしてもハンガーを渡したくないようですか。どうしてもハンガー欲しいね、こっちは。あー、またいる。特殊部隊のエージェントが投入された。これでいける。これでいけるもいるからな。いや、ナイス、強い。味方のベイダーが強い。シャトルは破壊した。これより連中の残りの退路を塞ぐ。でも何もできてないな。誘導ミサイルとか全然使えなかった。これが企画倒れになる時のパティーンってやつです。これなかなかきついんだよな、こうなってきちゃうとね。まあ相手が強いことはかなり嬉しいんだけども、左取りたいな。左取りたい、左取りたいんだけど、左取るかってところだよな。いや、左押さえられてるか、右行くしかねえか。右はあんまり美味しくないんだよな。ダノベイダーをなんとか援護するために、ああ、一人抜けてってる人いるな。ボスから出たい。 Thank you。 うちの分隊疲労率高い、強いな。バレてるか。バレてるな。どうしよっかな。後ろにだいぶ引いてるぞ、これで。これ見えてきたぞ、勝ちが。まず一人後ろ下がったぞ。でかいでかい、マジででかい。ここはどこ。一人後ろ下げたのはでかいぞ。愚かな。敵を近づけるな。ここでチャーセンが火を吹く。爆弾仕掛けじゃないんだ。今ダッシュストライクで死んだことになってんのか。どこでもいい、どこでもいい。味方のとこから刺してほしい。しっかり削るぞ。そこでやっててくれれば、こっから十分削れるからな。
早く回復してほしい。準備はできた。いいよ。上はみ出てるからね、それね、バリア張っても。よし、相手が下がったぞ。相手が下がってたぞ、これはチャンスだぞ。あとここは何人かでしっかりと攻撃すればいいだけ。バラージも置く。そして最強の兵器チャージドセントリーを撃つ。これでいきます。扉が閉じるまであと半分だ。まだ半分ありますね。頑張れバスク。レイダー強でもいいよ。こうか、ちょっとあれやね。爆弾ポン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 、レジスタンスとエージェントを確認。爆弾ポン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 。ようやくか、レジスタンスに逃げ場はない。いやー、ランドが下がったあたりで雲行き怪しくなったね。レイヤーもランドもいらないんだよな、最終フェーズ。カンストヒーローがいてもいても甘えてしまうとね、簡単に負けるんすよね、クレイトは。まあ私も途中でね、企画を折りましたけども、ポキッと企画をポキッとしましたけども、いや、そうしなきゃ負けてたからな。いや、でもうまく援護できたんじゃないかな。ああやってプレッシャーかけることによって、ヨーダもね、チョークから脱出するためにプレゼンス吐くしかなかったし、うまく援護できてたんじゃないかな。はい、というわけで、誘導ミサイル、最近装備しててもあんま撃たずに終わっちゃってるから、なんとかしたかったんだけど、撃ってる暇なかったな。あんだけ前圧かけられると、あのロックしてる暇ない。というわけで、今回は企画が潰れていく瞬間を見ていただきました。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。